さあ、カブ 500g です。今日はこっちも使います。はい、生地を通してここにそこを切ってます。色がついてる方もいつもよりやや目に切ってます。結構たっぷりですよ。これを切り分けておきます。はい、たっぷり切りました。はい、これだけ使います。 OK。 これからたっぷり入れますよ。はい、これとこれで、ここにニンニクで入ったら入れてみます。で、揚げていきます。いいですね。はい、揚げに止まってきました。はい、入れていただきました。さあ、はい、ここで強いのがニンニクです。はい、ここで抜けたらいいと。はい、ここでベーコンを炙ってくる方法を水分を飛んでます。はい、ちょっと炊きます。そしてこれで醤油を入れます。ベーコンを入れます。はい、盛り付けです。美味しそうな匂いがしてきます。たっぷりですね。今日は3人前です。2人で食べちゃいます。はい、 OK です。